お疲れ様スラットです。今日はですね、こちらのジャイスパウィザードをやっていきます。さあ、ということで、ね、珍しいウィザード入りのね、デッキを今日やっていくんですけど、まあ、世界上位でね、ウィザードって使われないんですよ。そう、まあトロ隊によってはすごい多かったりするとも思うんですけど、なんか結局マスケット重視とかマジックアーチャーとか、まあ、他の4コスが優秀、あとは5コスだったらまあファルチかの方がマシだよねっていうので、ほぼ使われないカードであるんですけど、唯一、輝くデッキがこれなんじゃないかなと、まあ、使われてる、はい、これなんじゃないかなといったところで、やりごぶ優秀すぎる、優秀すぎんな、やばいね、でかい、はい、このスパーキーウィザードやっていこうかなと思いますが、一旦待つか、ちょっと強いか俺ウィザード、あれ意外とアド取った、いやそんなことない、暇してる、待ってるぞ、ケツナイトぐらい来ないか、さあここに来て待ち、エリポン来たいんですけどね、結局エリポンにファイボーとかポイズンを使わせるとウィザードが残る、対処されにくくなる、だからジャイスパ組んで後ろにウィザード添えて、本当はヒースピとかレイジ欲しいなとか思うんですけど、まあ、このスパーキー的には入っていないよと、チュチンさんね、どうしよう、待つか、まあ30秒ぐらい待ってもいいね、危ない危ない、変な名前見て一瞬変なこと考えちゃった、まあスパーキー先に出してもいいんですけど、出した瞬間にね逆サイドディガーギャングとか来たら困るやっていうので、相手のデッキを思い出すとゴブリンでしたね、迫撃とゴブリンか、ちょっと珍しいな、ホグとかの可能性もあるけど、こんな待つんかっていう話よね、まあおいしい、さあまずかのボーリー、まあ、相手も待ちたいデッキなんだろうね、おーウィザードね、え迫撃でさボーラービビってこれスケラか、振り付きそう、ライトニングでした、まあいいでしょう、迫撃ライトニングってバカ珍しくない、これババアあんま強くねえか、まあ、暇してカード回しザップして、うっライトニングか、まあでもこれエリポンたまります、待って固まっちゃった、これバカもったいないよね、いやでも打ってこない、こっちにライト打たせたらさ結構でかいやん、俺のガウが、いやでも血負けずり、熱い熱い熱い、相手のデッキやべえけど俺のデッキ地味に刺さってるライトニングだからさ、だからさとかないね、だからねやばい、耐えれる、こう遅れてでいい、なぜならバーバーがあるからね、熱い熱い熱い、あこれやばい、ベビドラ最強すぎる、え待ってミスったか、もうババちょっと強くない、でタルス開いたらギャング追加ゴブリン、熱いタゲ、ベビドラ来んな、トルネマンドね、いやでもエリポンマジで熱いぞ、勝ちてー、これこれちょっと相性しそうだな、基本相性そうな、少ない少なそうなデッキだけど、よしよしよし、熱いとこのスパーキン、ジャイウィズでっか、ウィザード、えちょっと強いやんマジ、カルボブとか使わない、え終わらん、いやーなんでこっち来たん、待ってこのジャイマジでヘッポコ、いやスパーキーで落ち着いて、ジャイウィズがいいね、ジャイウィズがやべ、これさエリポンコーに置いとけば、あの相手のエリジェイを守れるんですよ、まあ、ジャイフタからのマジむず、ちょっとやばいか、
やばい、待って、マジやばい、竹変えよう、マジやばい、マジやばい、マジやばい、怖い怖い怖い、戦略的防衛、危ねえ、危ねえけど、ウィザード、ちょっといいね。やっぱエリコンとかとのね、組み合わせ次第ではちょっといいのか。あ、ちょっとですけどね、別に。まあなんかもっといいデッキもありそうっちゃありそうですけど。まあ勝ったしな。勝ったし、ええやろ。まあ呪文枯渇要素これ、でかいね。相手がライトニングだったら、まあ、ババ刺さるし、まあ、エリポンも刺さるし、まあ、ファイボだったらシンプルにババウィザードエリポン、まあその3箇所ね、ババウィザードエリポンでどっか生きる論、あーもう最近のねトレンドファルチェよね、ファルチェ強いんだよな、まあ、ホグかギガポイの2択っすね。結局ファルチェが刺さったらラッキーだし、刺さんなくても守り硬いし、うってこれ入んのマジバグだよな。あー、ねー、まあライトニングホグですこれ。ってことはまあババがちょっと強いんだけど、ファルチェで回収されるんですよね。でライト打たれた時のスパーキー熱いです。これ熱いなぁ、ちょっと。逆サイホグ、これどうしよう。ババで守るか。いや、これ相手のデッキ、地味スパークきついと思うんですよね。これ逆サイジャイあります。いや、ボムだもんな。熱っ、え、待って、ガチ熱いぞ。両方止まらんぞこれ。マジ熱い、マジ熱い、熱い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 、絶対きつい相手。いスパーキーにウッド使いたいぞあれ。よし、そこまで見えてる。でギャングって結構入るからね。あー、お前はそれぶっ壊れやん。でかい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 、このダメージでかい。でナイトも連れてくる。うわ、やばい、これやばい、アホアホナイトバカ。よしよし、いやだ、問題は296の削り方なんですよ。ザップ、じゃ1回ダメージ確認するか。77。これ結構真面目です。守りながらそれずるいな、もうライトニング打つよっていうやつや。耐えればね、よしよし、耐えるのが大事。うわー、いい受けしてくんな。待って、逆もある。やりごま入ってる、やりごま入ってる、待って、やりごま入ってる、熱い、やりごまの匂い、マジやめて。よし、でかいでかい、ザップ2回、77、77。よし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 、エリポンもあるよ。どう考えてもババでいいんだけど、エリポン置くんだよな。でギャングで攻めて、ガゴもあります。うわー、でけー。いや、たまたまだと思うんですよね。あの相手がライトニングだから地味に刺さってる。エリポンもババも、まあウィザードだけちょっと微妙だけど、そこに使わせてのねがあるから、シンプル高回転ファイボ系とかはねだるい気がするんだけど、どうだ、環境がエリポンちょっと強いし悪くないね。よしよしよし、まあ、ウィザードが活躍したかって言われるとまあしたんじゃないですか、わかんないけどしたんじゃね。エレスピウッド、あー、それ渋、このギャングサイトの渋、枯渇しかも渋、これやばいね。ウィザードエリポンで夢つかむしかない。スパーキー、あのマジ飾りっす。さすがにロケとか打ってくんないよ。やばいやばい、これマジ打たれそう。
まあ打たないで回収丸か。あ、待って、ウィザードってさ、ちょっと駆け足してる、それ。あ、お父さん乗り抜いちゃった。おじいちゃんが、おバカ、何やってんねん。あは失敗やー、渋いやー。エリポンク、ピンチはエリポンで覆すしかない。よいしょ、マジワンチャン、意外と耐える、意外と耐える。あしよ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 し、ババッ、いいね、頑張るね。いや悪くないや、よく耐えたんじゃない。まあ暇すぎるケツスパーキーするわ。あのまあロック打たれていいんだね。打ってほしいな。え、マジ打ってくれるやん。マジっすか、これでかいよ。なぜならネクストエリポンいきます。今のは打たずにとか端前で打たれる方が嫌だったけど、ワンチャンを作れる。まあプリンセス、プリンセスどうしようこれ。いやまあこの試合は正直あの捨てみたいなとこある、突破できないんで。よしよしよし、テスラナイトギャングピンチはどうやったら突破できるんだろう。手前か、いやー目がいい俺。うわー、あのウィザードとかあのプリンが強いんだよ。強い、待ってないと思う、アホ強い。ちょっと待って、やばい、攻めるってやめて。うふぅ、そうだよね。いや、このプリンマジワンチャンあります。いや、ロケット強いのよ、テレスキム強いのよ。おい、全然ない、手前じゃない、横かよ。あー弱っ、ウィザードこれいる、ダメだ。勝てる未来見えなかったな、これやばいな。まあ仕方ないか、仕方ない、ザップだしね。インフェとかは突破できるかもだけどね、これは仕方ない。まあエリポンを引いて夢つかみですよね。このババさ、限界突破ナイトにしたらもっと強そうじゃないですか。ババなのかな、まあババはババで強いんですけど、ナイトにしたらもっと強そうで、ジャイアントをゴブジャイにしてももっと強そうだな。いじりまくりたいが、このデッキの完成度もあるんでしょう。おー、親衛隊タルババ、ウッドなんだよな、よく見るの。やらみとか親衛隊ロイフグか、ホバリング、やば、意味わかんないの来た。まあでもガゴ、おー、いやでもよこれ、ちょガゴいらんかったか。これババ行ったらさ、何いんだろう、一回待つか、スケドラ親衛隊。ああ、これ前までババがテンプレで使われてたやつのデッキっすね。これヤナメかファイボかどっちかなんで、これで呪文チェック、ヤナメなら打ってくれそう。トルネ全然違うやないかい。いや、マザニクワンチャンいるっすね、相手のデッキ。スパーキーちょっと良かった、頑張ったな。ケツ親衛隊、ああオールブレイクね。いや全然全然全然、スケキンギャングの攻めがね、意外と嫌だな。お見事です、それが嫌なんですよ、ね。いやもう意外と悪くない、ウィザード刺さるんじゃねこれ。相手が多分呪文一つなんですよこれ、トルネだけにしてる説ある、オシャンティ。いやトルネだけだとウィザードも生きるし、え、ちょっと熱いんじゃね、ウィザードこれ。活躍するぞおい、新兵隊のメタ、エリポンいて、ライトニングとかやめろよ、マジにしちゃうんか。あー、これトルネあるやん、あ、ハッツやばい、え、アホ強いやん。いやでか、これかぶんの
いやでも相手トルネーマジューじゃない、ガチだって。もしエリポン貯めよう、エリポン何があってもエリポンです。マジューちゃんはねもう仕方ない、マジューセトルネで破壊されるのやだな、もう仕方ないです。いやマジであるよ、あーそれうまいな、マジ我慢、これ微妙か、絶対微妙だったな、いっぱいある、親衛隊ちょっと強いんだよな、うわー待って新兵隊ちょっと強いな、めっちゃ相性いい感あったのに、守るは勝ちだ、マジ守るは勝ちだ、うわー守れねえ、おっとジャイプ、えなんで勝ったやん、ね、あ、だる勝ったやん、左側俺今勝ったと思ったな、ね、じゃないんだよ、マジなんで負けたかわかんねえな、なんで勝ったかもまあわかんない試合多いけど、まあもっと素直にジャイスパウィズガゴとか組んだらいいのか、礼上しくなんなタルババと、はい、まあまあこんにちは、グタさんもおはよう、さよなら、ほんとね、なんだろうね、なんだろうね、この相手のデッキ、うっギリ間に合うと、いやじゃあ行けたらもっと熱かったけどね、なんだチックにあるんじゃね、わかりません、タルババライトでインドガゴ、インド、ん？ガゴは俺か。インドババ？なんだこれ？タルババライトインドババ？変なロイジャイ？いや、わかんねえ。なんだこれ？マジ変なデッキだ。なんだこれ？マジでわかんない。エレジャイか？あー、まあエレジャイ、一択っすね。エレジャイス、これでももうウィザードがもうね許さないよね、でライトニングなんで取るね、いやーもう熱っ、ババをね近づけてくれる、でこれはタル使ったんでギャング追加で、うーいワンパン熱っ、さあグッドゲーム海外版ファックスタン、なるほどね、まあエレジャイ安心安全スパーキー、
からのしっかり裏からまずは確実に仕留めていく。で、ババもお帰り。ウィザードもこんにちは。イングラスやなら。熱っ！グッドゲームいっとくか。タル咲いたらギャング追加。あー、強いな。いいな。え、しかもこれ、ババがさ、マグマを襲ってくるんじゃん。いいねー。連盟しちゃったり。ババも。いやー、まあ、ライト相手だからね。まあ、相手がライトニングが一番幸せかもね。HIM は今そんなにないですからね。さあ、イクドラさん。エリポンよこせよ、俺に。マジ、エリポン、どんだけ早く起きるかで、勝率マジ変わる。おー、雪玉ってことはバルーンですよね、ほぼ確でね。雪玉イコールバルーンなんですよね。さあ、無理やりエリポンを回します。で、ボムバルだと思いますね、多分。バルーンデッキってそんぐらいしかないでしょ。さあ、ということで、まあ、一旦ジャイから行こうか。いやー、違う。いや、アイブローナイトにしてるっていう可能性はだいぶあります。ってことはガゴめっちゃいける。熱い熱い熱い。多分ね、限界突破ナイトを使ってんじゃない。アイゴレさよならの。アイゴレバルーンだと、ガゴがね、なんかぶっ飛ばされる可能性があるんですけど、アイゴレバルーンできないから、でかいでかい。拾うし、アイスピー雪玉があるんでね。よしよしよし。いやー、このガゴが熱い。嘘。それ届いちゃう？今の疑惑じゃないですか？ほんまに今の入んないっしょ。どう考えてもガゴスパイだな、あれ。絶対最後尾だったし。さあ、からのマスケどうしよう。ないと思うし。カタそれはやばいね。まあ一旦ね。まあボムタワーの突破がむずいんで、マジでエリポンっすね。エリポンしか勝てない。よしよしよし、でかいぞ。え、それさ、どんなタゲですの。強ー、タルユキ。これで通んないんだから通るわけないっていう世界にいるんですけど、どうですか。こっから勝てる保険ありますか。ワンチャル。限界突破ドリームある。マスク本気の許容して拾って
熱っ。保険ありました。やばすぎ。限界トップドリーム、これがねガバツいよ。危ねえ。いや今の画面のもでかいね。限界突破が強いのよね。さあエリポンは5番目に用意してくれないと。次、あーいいね、6番目ね、悪くない。さあ何かわからない。ファイスピカー、おークロスか。エリピークロスやん。だるいね。まあ俺もエリポンジャイスからね、なんとも言えないんですけど、エリポンクロスっすね。さすがにスピスピは、あーそうよね、エリポンの置ける量だと勝てないんですけどね。まあザップもあるし、形組んで破壊できたら熱いな。マジエリポンだな、これエグ。アホやん。いやクロスね、それもアホやん。一緒だよね。まあでもジャイスパウィザード組んだ時に止まんのって話よね。ガゴはねマジスピスピで気づいたらいなくなるんで、出さないぐらいの気持ちで。でもウィザードってスピリットワンパンなんですよ。これ他のユニットにはないね。結構いい部分なんですよ。まあナイトには勝てないけどね。やば、ちょっとやばい。あー一体ニポンだよね結局ね。クラロあって、あとやばいです。今5個作る、6個作る、好きだら終わる。おい置いてこない、でかいよ。多分限界突破ナイトとタイミング合わせたいんだと思うんですよね。あもうお前それクラロワ、ギリクラロワか。えぐいよこれ、やだよこんなの、やだよ。いやいいよ、いやこれが強い。でかいでかい。いやーもうもうやめましょうよこんな試合。うん勝てそうだね。ほんとか。マジでこれ何が楽しいんこれ。いやいいスピリットね、いいスピリットね。スピリットの使い方マジうまいやんで。おっ詐欺、うわー。いやこれがね強いんですよね。ウィザードはスピリットワンパン、これほんまに褒めれる。これウィザード4コスにしてスピリットワンパンはそのままみたいなしたらマジでね活躍できれば増えると思うんですけどね。いやマジいつまでリポン君そろそろ来るんじゃない。いやえ相手もしかしてあれか、違うゲームだと思ってる。よしまあ一回俺ちゃんとあの普通にジャイで溶かすと、でウィザードが、これがいいいいね。えしかもスピリット使ったやん、熱っ。あーそれ強っ、熱い熱い熱い。でリポンクともう一枚、おーえっガガ入ってるやん、終わったやん。ん何これ、え大丈夫これ、放送できる、普通に事故じゃない、大丈夫っすね、ラッキー。さあというわけで、ウィザードがたまに活躍するこのウィザードジャイスパー、皆さんもねぜひやってみてください。それではお疲れ様でした。またね。